ニワの派とマリー・テレーズ・ルブール、画家のジョゼフ・マリー・ビアンと結婚して、ビアン夫人は、フランスの画家である。王立絵画彫刻アカデミーに入会を認められた数、少ない女性の一人である。パリで生まれたとされる。結婚する前から版画家として知られ、博物学者、ミシェル・アダンソンの著書、セネガルの海類や、考古学者のケルス伯爵の論文の図版を制作した。 1757年に22歳年上のジョゼフ・マリー・ビアンと結婚した。夫は後にフランス王室の筆頭宮廷画家になる人物である。夫から美術の訓練を受けたと考えられているが、ジョゼフ・マリー・ビアンの自伝には言及がなく、女性植物画家のマドレーヌ・フランソワーズ・バスポルトの弟子であったと考えられている。1757年に、 王立会が彫刻アカデミーの会員になった。アカデミーの145年間の歴史で15人しかいなかった女性の正式会員であり、イタリア生まれの肖像画家、ロザルバ・カンリエーラが会員となって以来37年ぶりであった。1757年から1年おきの頻度でサロンド・パリに鳥を描いた水彩画などを出展した。1767年の作品は、 美術批評家のドゥニディドロから評価された。父親と同盟の息子も画家となった。ありがとうございます。